こんにちは。セールスフォースジャパンテクニカルサポートの宇藤です。今回はセールスフォースにおける MFA、 つまり多要素認証の概要と、セールスフォースオーセンティケーターで MFA を設定する手順をご案内いたします。2022年2月1日から弊社クラウドサービスへログインする際に MFA の利用が必須となります。セールスフォースではお客様のデータを安全に守るために設定と利用の開始をお願いしております。多要素認証とは、お客様のデータを保護し安全にセールスフォースをお使いいただくために、ログインの際に複数の認証要素を組み合わせてアクセスいただくものです。例えばパスワード認証に加え、お客様のスマートフォンにインストールしたセールスフォースオーセンティケーターアプリを用いて複数の要素で認証を行いログインいただくものとなります。現状セールスフォースにログインする場合はユーザー名とパスワードがあればログインできますが、悪意のある第三者にユーザー名とパスワードが知られてしまった場合、セールスフォースにログインでき、お客様業務において重要な情報を盗まれてしまうリスクがあります。このようなリスクをなくすため、パスワード認証という一つの認証だけでなく複数の認証をログイン時に必要とすることで、ログインセキュリティ強化する変更を適用することになりました。現在は移行期間であるため、まだ従来の方法でログインできていますが、セールスフォースではお客様の情報を守るため、ログイン時には多要素認証でのログインが必要となります。 MFA での認証方法は4種類あります。1つ目はお客様のスマートフォンにインストールしたセールスフォースオーセンティケーターアプリで認証いただく方法、2つ目は Google オーセンティケーターなどサードパーティーの認証アプリケーションで認証いただく方法、3つ目は物理的なセキュリティキーを使用して認証いただく方法、4つ目はタッチ ID、フェイス ID などオペレーティングシステムの生体認証サービス経由で認証する方法。なお、SMS やメール、テキストメッセージは使えないんですかといったご質問をいただくことはありますが、 SMS、メール、テキストメッセージ、電話に配信されるワンタイムパスコードはメールのログイン情報が摂取されたり、テキストメッセージや通話が傍受されたりする可能性があるため、セールスフォースの MFA 要件を満たさずサポート対象外となりますのでご留意ください。この動画では最も設定が簡単なセールスフォースオーセンティケーターモバイルアプリケーションを使用した MFA の設定方法をご案内いたします。それでは実際に MFA の設定のデモンストレーションを行います。セールスフォースのホーム画面から歯車マークを選択し、クイック検索から権限セットと入力し選択、新規を選択し、表示ラベルと API 参照名を入力、システムセクションのシステム権限を選択、編集をクリックし、ユーザーインターフェースログインの多要素認証にチェックを入れ、保存、もう一度保存をクリック、割り当ての管理を選択し、割り当てを追加から対象ユーザーのチェックを入れて、割り当てをクリック、完了をクリック。割り当てたユーザー様は一度ログアウトしてください。モバイルの設定手順に移ります。ご自身のスマートフォンにセールスフォースオーセンティケーターアプリケーションをインストールしてください。セールスフォースオーセンティケーターからログインし、アカウントを追加という青字のボタンをクリック。再度割り当てたユーザーにてセールスフォースにログイン。スマートフォンのセールスフォースオーセンティケーターに表示された2号の英単語をブラウザ上に入力後、接続をクリック。セールスフォースオーセンティケーター上に表示された承認をクリック。こちらでセールスフォースオーセンティケーターとセールスフォースの接続が完了しました。
では実際にログインしてみましょう。 MFA 設定後、ログイン画面からご自身のユーザー名とパスワードを入力してください。するとスマートフォンの Salesforce Authenticator アプリケーションに通知が届きます。こちらで承認ボタンをタップしてください。これでログイン完了です。最後にまとめです。 MFA では知っている要素と持っている要素を組み合わせ、お客様の環境の安全性を高めます。来年2月から6月にかけて MFA の自動適用が実施される予定です。詳細な設定手順については本動画の概要欄にあるリンクをご確認ください。それでは次回もお楽しみに。